道人身事故ニュース速報です。2021年5月1日18時59分ごろ、内房線の五井駅から姉ヶ崎駅で人身事故が発生した模様です。内房線での人身事故は今年1件目です。現在、被害者の状況などは分かっていません。以上、鉄道人身事故ニュース速報でした。私、ゆいがお伝えいたしました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。ツイッターもやっています。フォローお願いいたします。